上履き入れの作り方です。完成サイズが約縦が30センチ横が20センチ待ちが4センチになります。裏地付きになります。入園入学の準備にぜひ作ってみてください。用意する材料はこちらになります。縦34センチ、横22センチのキルティング生地を2枚、同じ大きさの裏布を2枚、裏布は今回シーチング生地を使用しています。シーチング生地でなくても薄手の生地を使用していただければいいと思います。2.5 センチ幅のアクリル紐、35センチのものを1本、6センチのものを1本、2.5 センチ幅の D 管を1個、では作っていきます。キルティング生地の上の中心に持ち手をつけます。あらかじめ上の中心にチャコペンで印をつけておいてください。半分に折ってクリップで留めます。短い方は D 管を通してください。縫い代を5ミリで仮留めをします。仮留めしてあります。裏布を中表に重ねます。上をクリップで留めます。縫い代1センチで上を縫います。針と D 管がぶつかってしまわないように気をつけてください。上が縫ってあります。開いて布の分かれ目にアイロンを当てます。中表に重ねます。布の分かれ目をぴったりと重ねてクリップで留めます。クリップで留めたままでもいいのですが、布の分かれ目がずれてしまうと失敗につながりますので、今回はここを縫って留めておきます。待ち針でしっかり留めていただいたり、ミシンで仮留めしていただいても大丈夫です。2箇所仮留めしてあります。裏布に返し口の印をつけます。このあたりに12センチくらいの幅の印をつけてください。周りの布をぴったりと重ねてクリップで留めます。
返し口を開けて縫い代を1センチで1周縫います。返し口を開けて1周縫ってあります。動画の中ではまだついていますが、仮留めした糸もここで取ってください。まちを作ります。角を三角に折ります。縫い代を割ります。こんな感じです。左右2センチずつ4センチの線を引きます。クリップで留めます。線の上を縫います。残りの3箇所も同じようにまちを作ります。4箇所まちが作ってあります。縫ったところから1センチくらい離れたところを切ります。返し口から表に返します。表に返せたら返し口を閉じます。返し口を内側に折り込んで形を整えます。クリップで留めます。縫い代2ミリで返し口を閉じます。返し口が閉じてあります。裏布を中にしまいます。しっかりと中までしまって、裏布側から見てキルティング生地が少し出るように折ります。一周クリップで留めていきます。上から2ミリのところを1周縫います。一周縫ってあります。
これで完成になります。今日はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけた方は高評価、チャンネル登録お願いします。